炊き込みタイプの深川飯、汁かけタイプの深川飯駅弁の深川飯駅弁の深川飯深川飯,深川飯は、アサリ、ハマグリ、青ヤギなどの貝類とネギなどの野菜などを煮込んだ、汁物を米飯にかけたものや炊き込んだもの。深川丼またはアサリ飯と呼ぶこともある。貝の産地ではポピュラーな調理法だが、東京の深川が代表格であるため、このように呼ばれている。 2000年前後から増え始めた深川飯屋の多くは炊き込みタイプである。JR 東海パッセンジャーズが駅弁として発売しているのも炊き込みタイプである。東海道新幹線の東京駅、品川駅、新横浜駅構内売店で購入できる。JR 東日本管理の駅売り店で販売している日本橋大蔵の駅弁も炊き込みタイプであったが、2013年に ぶっかけタイプにリニューアルされた。なお、前社が販売している駅弁には穴子の輝きが、後者の駅弁にはに穴子が入っているが、貝とは異なり、これらはいずれも深川飯の構成要素としては必須ではない。深川の漁師たちが仕事の合間に食べるまかない飯であったぶっかけ飯が現在の深川飯のルーツとされ、古くはアサリではなく、 江戸の深川近辺で大量に採れたバカ貝を用いた、アサリを使うようになったのは明治、大正頃である。明治時代のスラムガイルポルタージュである、西安国の東京では、シャフの食物の項目に、深川半世はバカのむきむに木を刻み入れて、つくづくにし、客来れば、白飯を丼に盛りて、その上へかけて出す、即席料理なり、 一番同じく一戦五輪人情の人には遺足先、匂いして食うに耐えざるがごしといえども彼の社会に、お手は冬日最もカになる、飲食店として第二繁盛セリと紹介されており、当時は決して中流階級の食卓に並ぶような、ものではない、仮想階級の食事であったことを伺わせる。ありがとうございます。